レオ四世は、ローマ教皇。ローマ生まれであり、満場一致で、セルギウス二世の後継として選出された。847年4月10日に教皇に選ばれた時、彼は四王冠教会の数奇教でありグレゴリウス四世の副助祭で、前任者の配下の主席司祭であった。彼の在位期間は、前任者の時代に、サラ先人によって加えられたローマ市内の諸教会への、 損傷を、特に、サンパオロフ・フォーリレ・ムーラ大聖堂とサンピエトロ大聖堂へと加えられた損傷を修復しようと力を尽くしたことが特徴的である。サラ・センジンがガエータを包囲した後、848年から849年の間にレオは都市の城壁を修復し強化した。ムスリムがテベレ川北岸の港湾に迫ると、レオはナポリ、ガエータ及び アマルフィのカユン都市の軍を召喚し、同盟軍を作った。連合艦隊の指揮は、ナポリコーの息子であるシザーリオに委ねられた。続くムスリムとの海戦である、オステアの戦いは、中世教皇史上最も有名な戦いの一つであり、バチカン宮殿のラファエロの間に、ラファエロ・サンティが弟子たちと共に描いたフラスコ画で記念されている。 ウルビーの生まれの男によるレオの生涯を記念するフレスコ川もう一つあり、それがボルゴの火災である。それはローマのアングロサクソン地区で起こった火災を伝説によると十字を切るだけで沈めたという奇跡を描いたものである。サラセンの脅威の排除を決定的にするため、レオはテベレ川右岸の近郊地帯を守る新しい城壁を建造することを命じた。それは 無防備だったサンピエトロ大聖堂をも含むものだった。城壁によって囲まれた地区は、レオの死骸を意味するキビトスリアニナという名で今日まで知られている。彼は、損傷を受けた城壁街外の聖パウロ教会とサンピエトロの装飾を行ったことでも知られる。金で覆われ宝石で飾られた9 3 3ラムもの祭壇が再び設置された。 レオは三度の教会会議を開いた。そのうちの一回は、皇帝ルートビヒ二世が臨席したことが特徴的であるが、いずれの会議も他に見るべきものはない。ランスのヒンクマルトの教皇の戦いは、ニコラウス一世の在位期間よりむしろ、レオの時代から始まったものである。ベネディクトス三世が彼の後継者である。女教皇ヨハンナが断層して、彼の後を継いだと信じる者もいるが、 ヨハンナは一般に伝説上の人物と考えられている。レオは855年7月17日に亡くなり、サンピエトロに埋葬された。ありがとうございます。